じゃあ、今年出ました、はい、ツインパンチにちょっと説明させていただきます、はい、今回のこのツインパーで一番大きく変わった点はですね、これローターになります。ローターがですね、まあ、従来の今までのツインパーはもうずっと樹脂で、できてたんですけども、今回、ステラと同じ金属のローターに変わります。そこが一番大きな違いになります。そしてですね、まあ、それが変わるとどうなるかですけども、まずこれが従来の樹脂のローターです。こう手でグッと押さえると実はちょっとたわんでるのが見ていただけるかと思います、はい、でこれが同じ力でアルミのやつをやっても全然もうほんのちょっとしか動かないです。でこれがですね、ちょっとこちらのパネルにありますように、樹脂のローターから金属のローターになるときに変形の量がもう約6割近くいってる。6割も変わるんですね。でローターがしっかりすることによって、じゃあ釣りでどういうメリットがあるかなんですけども、実際、まあ、釣りにおいてフッキングの時とかかなりの力が実はこのローターにかかってきます。でそのローターにかかった時にやっぱり樹脂だとほんのちょっとですけども、やっぱりたわむと、そのたわむことによってやっぱりフッキングの力をロスしていることになるので、まあ、金属になってそのたわみがなくなるとフッキングの力がもうほとんど 100% 魚の針のところにガツンといくっていうことになるので、まあ、フッキング性能が大幅に向上する。でなおかつ、まあ、ドラグもわずかですけどたわんでたところがやっぱたわみが少なくなるのでドラグ性能も上がりますよっていうところが今回のツインパーの一番大きな目玉になります。でさらにですね、ちょっとアルミのローターにすることによって実はもう一つメリットがあってですね、やっぱステラとかの滑らかなフィーリングっていうのを一つ要因の一つに実は金属のローターを使ってるっていうことも実はそこに一つ一つあったんですね。滑らかさの理由がありまして、はい、まあ、ツインパーも同じ金属のローターを使うことによって同じような滑らかさをやっぱりステラにかなり近づけたっていうところが大きなメリットになってると思います。他にも結構ラビリンス構造とかがツインパワーにも実装されたりとか、はい、ステラに搭載されてましたもう大きなメインフィーチャーである、まあ、Xプロテクト、ロングストローク、はい、マイクロモジュールギア2、それと、サイレントドライブ、この4つが全てが今回このツインパーにも当然入ってますんで、まあ、基本性能の底上げももちろんされてます。これの時点でだいぶ丈夫で完璧なリールに仕上がってきちゃったってことは、前回出た XD とかツインパワーの、はい、ああいったのの位置づけっていうのはどうなってくるんですか。あくまで XD というのは、はい、ツインパワーという名前がついてるんですけども、はい、あちらはですね、そのバンキッシュと同じ系統の回転がすごい軽いシリーズ、はい、以前はクイックレスポンスと呼んでたんですけど、今年からちょっと名前を変えまして、もうちょっと認知度を高めるためにマグナムライトと呼ばせていただいてるんですけども、あくまで回転の軽さを目指したものがツインパー X で、ツインパーはそれに対してコアソリスといって、あくまで強さとか剛性をメインにしたシリーズになるので、もう全くその性格の違うリールになっています。いや、あれはあれでもしかしたら何年か先とかに大幅なアップデートとかも可能性としては、はい、今現点ではもう全く違うものとして捉えていただいたなというふうにこちらとしては思ってます。結構ラインナップもいろいろなのが出てますけど、自分のところだと結構バッツリの、はい、方がよく見てくれていて、バッツリにだとどういったところがおすすめのラインナップになってきますか。やっぱり、スタンダードなところは2500番サイズの、まあ、シャロースクールとかの、はい、まあ、ギアギアはちょっとそれぞれ使い方によっていろいろ分かれると思うんですけども、はい、やっぱり番的にはそこが一番になるので、ただあまりちょっと知られてないんですけども、はい、例えば3ポンドぐらいのラインを使われるんであったら、はい、結局ドラグ力はあまり勝てないので、結構弱い負荷でやるってなったら実は C2500 とかの方が適してたりするんです。その方がやっぱり手元が軽くなるの で実際ドラグ力をそんなにかけないので、そんなにゴリゴリ巻く必要がないので、 C2500 っていうサイズも意外と細いラインを使うバス釣りには向いてるかと思います。で結構海釣りで行くと最初のラインナップから4000の PG とか販売してくれてるんで、ここは前結構
ハイギア一辺倒な時代があったような気がしたんで、ね、今まで前のツインパワーも 4000PG ってのはツインパワーにだけ実はあったんですよ。で皆さんあのそれに結構目立つ方気づいていただいてて、はいはい、あのツインパワーの 4000PG っていうのは隠れた人気機種だったんですよ。もう最初からラインナップにあると思ってで、ね、で今回はそれをあの最初から入れてる上に、はい、そのちょっとさらにですねよりパワフルな仕様に振ってまして、はいはい、ハンドルの長さを普通 PG だとちょっと短めにするんですけども、これ、うん、はい、実はここ 57mm っていう一番長いハンドルにしてます。今なんか手で巻いたらあれこれだけハンドルがと思って長いで、なおかつノブもやっぱり力が入りやすい丸型を使っているので、まあ、ショアジギとかライトジギングはもちろんなんですけども、これロックフィッシュとかでも本当にでかいネタからとゴリゴリと巻くときにはやっぱりパワーのあるギアの方がいいので、そういうのを意識したラインナップになってます。ちょっとこれがツインパンのラインナップの中では前までとちょっとリニューアルの時にちょっと仕様を変えましたよっていう特徴な機種が。じゃあ基本はやっぱりこのローター部分のいろいろな調整によって、もうステラとか下の機種とかからいろんなところからのいい要素を詰め込んでお買い得なリールに仕上がってると思いますね。シマノで今の中でまあ丈夫なリール何か欲しいなって言ったらステラ、ソルトウォーターの充実のラインナップか、でもあそこまで、まあ、ちょっと予算的にって人はこのツインパワーの中から、はい、ライトショアジギぐらいまでは選べるようになったと、ね、はい、4000番であればライトショアジギとか全然4000とか4,5000 っていうのがあるので、はい、十分使っていただけるかなと思います。店頭にはいつぐらいからツインパワーシリーズは、ですね、一応ですねうまくいけば順当に並ぶのはやっぱり3月入ってからかなということです、この値段の中に、はい、これだけのこういい性能を集めるのに、はい、正直コスト的にものすごく苦しいです。全然ボディのデザインから新しい型になってるなと思ったんで、それをあの4万円台やっぱり性能と見た目とこの値段っていうのも、はい、そこをその値段をあんまりやっぱり上げるわけにいかないんで、そこに収めるっていうのがやっぱり企業側としての努力として一番今回ツインパワーでバランスを取るのは難しかった。ゴディアスなんかにもありましたけど、まあ、海外も含めてグローバルスタンダードで売るからこれだけの機能がこの価格でここに今準備できるって感じでいいんですね。勉強になりました。じゃあちょっと海釣りとかなんかチャンプがあったら買って使ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい。